大相撲秋場所8日目2024年9月15日両国国技館十両の孫富士が8戦全勝でストレート勝ち越しを決めた110年ぶりの新入幕優勝を果たして以来3場所ぶりに初日から出場し力の違いを示す連日の圧勝劇関取として土俵に上がった40戦の勝率は9割に到達した幕内では単独首位の関け 大の里が初日から8連勝で勝ち越し関脇霧島はぱ敗を守り2敗生は大関琴桜ら7人となった孫富士の勢いが今度こそ戻ってきたわずか2月で朝交流を圧倒自分の相撲を取るだけと無心を貫いた右足首の怪我で全休した夏場所に続き途中出場した名古屋場所は左大胸筋を痛めて再び休場 度重なる怪我に苦しんだが今場所は幹部にテーピングを施さず、不安を全く感じさせない内容で白星を8つ並べた。ストレート勝ち越しは、新十両だった初場所、新入幕だった春場所に続いて今年3度目。十両も含め年間3度は、関脇以下では史上初の快挙だ。さらに、関取として土俵に上がった計40戦、球場、不先輩を除く。 の成績は36勝4敗。勝率9割という驚異的な数字を叩き出した。一時は幕内注意まで番付を上げたが、2場所連続休場で重量階まで転落。それでも、怪我を超えて、休んでまでしっかり治してよかったと自ら下した決断に実感を込めた。大の里とともに新時代を担う期待が高い若武者の、当面の目標は、怪我しないこと。 感知した先には、再び幕内の土俵での快進撃が待っている。前川新作